はい、皆さんこんにちは、ワンタンメンクマちゃんです。今日はね、中国の旧正月の大晦日ですね。中文叫除夕夜。だからお父さんがいろんな料理を作ってくれてます。カエルを炒めてます。ネギ、唐辛子、ニンニク、生姜入れます。混ぜ混ぜ混ぜます。はい、ちゃんと火が通るまで炒めます。続けてよ、ナレーション。混ぜ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 、混ぜ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 、良い感じになってきました。もう今もないじゃん。邪魔だって。塩小さじ1杯、塩だよねこれ。はい、砂糖、砂糖小さじ1杯、山椒の油、これお酢、お酢です。お酢。はい、肉投入します。これは何の肉でしょうか。何肉でした。おおおお、今のサムネにするわ。唐辛子、あいいね、いいね。これはなんかだし、ジンジン、ジンジンタン、鶏ガラスープ。おいしそう。これは何を炒めてるの。ザリガニ。わお、名字叫什么老爸。麻辣小龙虾。麻辣小龙虾。うわ、ビジュアルの暴力。これは何。就是这个药膳鸡汤，不光是鸡汤，里面还加鱼。哦，霸王别姬。しました。今日のメインディッシュ。すごい、まだなんか用意してた。私の好きな粉蒸排骨。ハモった。揃いました。今日何個おかずあるんだ。1,2,3,4 9、あと1個、10、 1.5 リットルも入ってる。初めて見た、こんなでかいワンラウチ。はい、中国の、中国のお酒ですね。私、白酒吗？白酒。何度？白酒52。这个是什么凉粉？你买的？做的呀。すごいね。どうやって作ったの？ね。伤心凉粉。なんで伤心凉粉なの？食べたら悲しくなるから。食べたら泣くから。これこれこれ。スポン。おお、食べたことないスポン。今からね、餃子を作ります。強力入れて。これが何グラム？適当。迫力小麦粉。もう適当？だいたいね、1対1ぐらいで。まあ今だいたい半分入れたから、多分500グラム対500グラムぐらいですかね。そうです。塩を入れてコシを作る。なるほど。何ミリリットルだ。大体200ぐらいかな。多分もう少し少ないかもしれない。だいたいビールジョッキ1杯分だね。お、いい感じになってきたよ。ちょっとずつ真ん中が固まってきた。水はちょっと少ないな。じゃあ入れてくるね。さっきまで粉だったのがだんだん生地になってきたよ。これ結構力いるでしょ。体重だよ。体重か。全体重かけてる。父さんはいつ餃子作るようになったの。5歳。本当に。いや本当だよ。それはもったよね。いやただ麺はね、その5歳はさすが無理なんで、握り方はね、5歳ぐらいはもうマスターしてるんですよ。すごい固まってきた。あとちょっと寝かせるともう少しまろやかになる。わお、これで OK。 お父さんの顔みたいな。これちょっとちょっと寝かす。はい、20分置いたのでこれからまたこねていきます。どう、生地はさっきより。あ、全然いいですよ。お、やわらか、やわらかくなるでしょ。うん、こっちにはね、もう混ぜて作っておいた餃子の中身、フェンネルとお肉とネギと生姜とあとは塩
酒、塩、胡椒と、あとは醤油、油。これを細長く伸ばしていくと、切って生地を作るんですよ。ちょっとまぶすんだね。そして包んでいくと、この包み方みんなさん、ぜひね見てて真似してみてください。これむずいんだよね。私これなかなかうまくできない。1個目できた。危機参戦。ちょっとあれ欲しい。水、水、水いらない。私は水欲しい。あ、本当？いらなくていい。水餃子だから。いや、私ちょっとね、作り方お父さんと違うよ。キキ流。お、でもなんかうまいね。いいね、なんか個性が出るね、包み方には。お父さんのはね、なんか丸くてぷっくりしてる。キキのはちょっとスマートな感じ。このフェンネルってあんま日本人入れないよね、多分。そうですよね。でも中華は結構ね、フェンネル使うので。なんだっけ、フェンネル中国語名。ホイシャン。ホイシャン。あの魚とか肉とかのその臭み消しに使うんですよね。うわ、頑張って入れるね。あ、でもいいじゃん。いいんじゃない。いい感じ。はいはい。ルイちゃんが餃子を作ります。多くない？多いって多いって、待って、多いって多すぎたかな。こうやってね、うん、こうやってね、あ、いい感じいい感じ。こうやってちょっとずつ、いい、ね、つまんでいきますと、いいね、かわいい。ここはねちょっと出てきちゃったね、中身が。うん、まあでも大丈夫、まだまだ平気、大丈夫、まだ入れられる、まだだ、 OK、まだ入れられる。いいね、いいね、ラスト。どうすか？ナイス。この見た目いいと思います。このフォルムいいと思います。可愛くてまん丸やん。いいと思います。何なんていいと思います。何が認めてあげて。可愛くない？さっきよりなんかうまく包めた。5個目にして、よし。はい、今日はね、水餃子と焼き餃子両方作るらしい。火目ついたらその水入れる。うん、こっちは水餃子の用意、うん、そして今お水を入れて蓋をして、はい、お湯がね、沸騰するまで水餃子用の餃子を作ります。これ全部で餃子何個分ぐらいかな。100個ぐらい、いや60個ぐらい、70、80の間ぐらいかな。沸騰したお湯にさっき作った餃子を入れていきます。それはね、あの下がつかないようにかき混ぜる。かき混ぜて軽くてね。これは何分ぐらい煮るの？これはね、あの液体で3回ぐらい沸騰して、ワンコップで3回分けて入れたらもう OK です。なんでまたさらに水を入れるの？これはね、あの中はね、火はね、あの均一に通すとしたいためですよね。あの水入れると沸騰はしないまま火をね、じゅっくり中に通すじゃないですか。だから3回ぐらい中に浸透したらもうほぼ OK です。一部今浮いてきたんじゃないですか、うん、少しずつもうあの中を火を通している症状です。完全にあの火を通したら全部浮くんです。あ、じゃあ全部浮いてきたらもう一回ワンコップ水入れる。このワンコップを3回に分けて水入れるってこと？そうです。おー、
度でしょ。いや、40度超えてるよ。40度超えてるよ。リアスイと、なんかパスタと似てんね。3回目これで完成。油を入れて、これは自家製のラー油入れて、味の素と砂糖、醤油、黒酢。出来上がりました。うわー、水餃子と焼き餃子両方あります。めっちゃ美味しそう。いただきます。美味しい？焼き餃子タレいっぱいつけてね、キラキラしてます。これ私のだ、見て、ここにそのさっき草ついてたから覚えてる。いただきます。うえ、给大家拜年了，祝大家兔年快乐。あと何だっけ？ちょっと待って。調べる。兔年大吉大利。兔年大吉大利。兔年顺顺利利。兔年顺顺利利。兔年步步高升。兔年步步高升。新年快乐。新年快乐。阖家欢乐。阖家欢乐。